にちは、ひなです。昼からちょっとね、いい天気になってきまして、今あちょっと暑いなっていう感じで、あの車の中がそういう感じになってきてます。前回の映像でマコモの塩があるっていうことをねお伝えしたと思ってたんですけども、こちらの、マコモの塩で、これが、まあ、面白いなと思うんですよ。ヒマラヤ岩塩、ヒマラヤの岩塩、マグマの塩、これもねすごいパワーがあって抗酸化力があるやつなんですね。でこれにマコモをブレンドするっていう発想が面白いなと思いましたし、まあ、これを、ドリンクとか料理とか味噌汁とか、まあ、いろんなものにこうかけていくと、さらにこうマコモさんのエネルギーをいただけるんじゃないかなっていう気がしてます。で、まあ、これも出てきたらまたご紹介しますけれども、それとあと見せていただいたのがマコモを使った、枕カバーというか枕かな、枕ですね。でこれもね面白そうだなと、まあ、マコモの、エネルギーをいただけるっていうことで、マコモちょっとまだねご紹介、僕も詳しくは聞いてないんですけど、物は現物は見せてもらったんですけど、枕カバーみたいな感じでした。ただそれは枕、だということだったので、枕として出てくるそうなんですけれども、もともとやっぱり頭に敷く枕っていうのはこう神聖なものだと、いうことなんですよね。まあ、その菊池さんもおっしゃってて、頭に敷くその枕はとても神聖なものだと。ですから、まあ、まさに頭ですから、頭ってこう上の部分、神の部分ですから、神に通じる部分ですよね。だからそこに敷く枕っていうのは考えてみたらすごく重要なものだと思うんですよね。でそこにマコモの素材を使った枕を使えるということは、これすごいことになるような気がするんですよね。だから僕自身はすごく使ってみたいなっていうふうに思いました。まあ、今その、ビリダンの三浦社長がこれも形状を受けて作った開運枕っていうね、こう消臭の素材を使って、クルメ織りのカバーを使ったやつが出てきてて、まあ、それを使ってて、それもすごくいいんですけれども、まあ、このマコモの枕も非常に魅力的だなっていうふうに思いました。まあ、いずれにしてもこの枕の部分にいいものを使う、枕をいいものにするっていうのは非常に大事だと思います。しかもその睡眠をとるっていうことで、睡眠時間の間っていうのは無意識との会話を、してるんですよね。直結して、向こうの世界に行ってるというのか。ですからそういう意味ではやはり神聖なものを使う、枕にこだわるっていうのはすごく重要だと思います。で、まあ、その枕って今言葉でこうピンときたというか、枕っていう言霊、何か意味があるのかなと思って今思ってたんですけども、間っていうのは、真の真、真実の真で間って書いて、で蔵っていうのは、蔵だなと、蔵、こう物を、まあ、入れたりする蔵ってありますよね。蔵から枕、真を、真実、真理を入れる蔵っていうふうに読み解けるのかなっていうふうに今ふと思ったんですけど、まあ、思いつきでしかないんですけど、枕とは間の蔵であると。で蔵っていうのは全てが詰まった蔵っていうことになりますので、蔵っていうのは黒にも通じるんですよね。豊穣な黒っていうのは豊穣、蔵っていうのも豊穣なものっていうふうに通じますので、やっぱりその何か天に通じるものが、こう英知が詰まった蔵っていうふうに受け取ることもできるような気がしますよね。で考えたら、枕っていうのは、まあ、非常にこう神聖なものであり、頭自体もね、この脳中枢、脳を司っている部分ですから、この脳の部分を神聖なものと見ることができますし、僕たちは脳で、ある意味現実を想像していってるんですね。脳に潜在意識が畳み込まれていますので、ここを大事にするっていうことはすごく大事な重要なことではないかなっていうふうに感じます。ですからそういう意味で枕っていうのをね、こだわっていくっていうのはすごく重要だと思います。またメルマガの方でもこの枕
とか、あの睡眠のことにつながって話していこうと思ってるんですけど、まあ、今ちょっとブラックアイとか、いろんな、あと熊本に行ったこととかね、そういったことも含めて書いていってますので、まあ、段階踏んでまた、睡眠のことについて戻っていって、で、あのお伝えできればなっていうふうに思っています。ということで今回はね、以上になります。ありがとうございます。